動ける選手も非常に多いメンバー構成になって残りはあと2周。さあ前突っ張るか4番の吉田優輝、ただ7番の神奈川大斗も応戦していまして、ちょっと踏み合っていますが、打掌前の2コーナー後方からは1番犬伏優也が一気に来ました。2番の新田由来踏んでいきますが、今打掌前変わった1番の犬伏が先頭、追って9番は小倉隆二、徳島勢が主導権を取っていくようです。そしていい位置を回っていくのは2番の新田由来、3番手最終周回です。さあ飛ばすのは徳島コンビ、1番の犬伏優也が逃げて番手9番の小倉隆二、その後ろから2番の新田由来がさあ追っていますが、5番は東口義友、後方はちょっと厳しいんでしょうか。最終バックを通過、さあ徳島勢行っていますが、1番の犬伏優也と9番の小倉隆二、さあ迫ってくる2番の新田由来、新田が迫ってかわしに行くが、5番の東口直線越し、さあ前を抜き去っていって最後は追い込むのはどうか、5番の東口義友、7番の神奈川大斗。9番の犬伏がまずは大注目なんですが、そこを抑えに行った5番の小林大成、残りあと2周回、一旦出しました犬伏優也、下げまして変わって上がっていくか、6番の渡辺正也は中段の位置、短期4番稲垣も今現在6番手を回っております。前は関東勢に変わっていますが、さあ今打掌で9番犬伏がもう上がってきました。犬伏も反撃を開始していますけども、前も踏んでいる。S 級の準決勝、さあ強引に来ま、イルブシも来てはいますけども、前は前回関東勢5番の小林大成が先行、さあそれを一気にまくり上げてくる6番渡辺正也と9番のイルブシ優也、力勝負になっていますが、ここはもう9番のイルブシが離熟せまして先頭に変わってくる。イルブシ優也先頭、追って1番小倉隆二、その後ろがもつれていますが、7番西田が追って3番手、最終の3コーナー通過しまして、徳島コンビ9番のイルブシ優也、1番の小倉隆二、3番手は7番の西田、直線コース、徳島勢は最後は1番の小倉が差し交わしてゴリ、小倉隆二と9番の犬伏優也、徳島コンビ好連携でした。さあこれを見て3番神奈川も前に踏んできました。残りは2周回です。じわっと上がってきた3番神奈川ですが、同期生の8番佐賀翔喜郎が突っ張りました。佐賀と神奈川一旦並んだんですが、今度は1番の吉田優輝、打掌前2コーナー前変わってきました。茨城コンビです。今この時点で3番神奈川タイトは後方7番手打掌です。ジャンが鳴って1番の吉田優輝、準決勝は逃げていきます。そして後位からは8番の佐賀翔喜郎、後ろからもう来ました3番の神奈川大斗、残り1周切ります。逃げる1番吉田優輝ですが、九州勢巻き返す。3番の神奈川大斗まくり上げて、5番の次のブロックもあるんですが、こらえました。捉え切って3番の神奈川大斗先頭、最終バックは九州勢3番の神奈川、7番中本翔英、あとは6番の神奈川優輝、3番手九州3人、その後からは8番の佐賀翔喜郎や2番の長澤拓司、直線コース、さあ九州拓司と持ち合った拓司となったが、7番の中本翔英並んで合流、中本と3番神奈川大斗、熊本コンビ接戦です。そして9番新田雄大、その別戦少し警戒していますが、残りはあと2周です。一旦出ました8番の川口誠二、そして5番の和田まくるが踏んできました。今度は神奈川の2人、そして4番は中西大です。さらには9番の新田雄大も踏んできまして、今打掌新田雄大、中段から前迫ってきました。和歌山勢が前にいますけれども、立ててきて、ここは9番の新田雄大が最終ホーム前に出ていきました。新田が先行勝負です。残りあと1周回、さあ番手飛びついた4番の中西大ですけれども、番手1番の大森圭一がしのげるかどうか、番手もつれていますけれども、2番手は1番の大森圭一、その後3番の東口切り替えて3番手追っている。中段からは5番の和田まくる、最終3コーナー前は9番の新田雄大、今日は先行していまして、あとは1番の大森圭一、3番の東口予想も突っ込んで直線越し、前変わって3番の東口義友が3連勝で合流、5番は和田まくる、その後は混戦です。
若手の両者は犬伏を抑えてきた神奈川、前から6番は佐賀正気楼、残りはあと2周です。佐賀の番手回り、SQS 班は1番の新田雄大、ただ別線を気にしております。その別線は今並走状態、徳島勢と熊本勢、うち2番の犬伏一旦引きまして、中段は9番の神奈川、今打勝です。記念競輪五稜郭杯の決勝、6番の佐賀正気楼、前から先行できそうですが、後ろからは2番の犬伏も発進です。犬伏も一気に来ました。残り1周回、2番の犬伏優也、ここは6番の佐賀を叩いて一気に前に出ていきました。ただ後ろを離れつつも追ってくる5番の小倉隆二、さあ飛ばすのは2番の犬伏優也、番手前で差が開きますが、5番の小倉隆二、後ろからは9番の田中泰斗も急接近、3コーナーから4コーナー、さあ迫るのは9番の田中泰斗、短期先頭2番は犬伏優也、直線勝負先頭、さあ捉えていくのは9番の田中泰斗、田中泰斗優勝でゴール。2着は1番の新田雄大、勝ったのは9番田中泰斗。Oh, my God.